勝率 56% 以上 VS 勝率 47% 以下、勝率 56% 以下は全員 VS で持ち物なしプラスバトルアイテムゴール加速装置 VS 勝率 47% 以下ほぼ伝説プラス幻のキャラパパーティーだったらさすがに勝てるんじゃね、イエーイ。まあね、説明がちょっと長くなっちゃったけど、まあ簡単に言えば、ブイズ VS 幻伝説フルパですね。しかも左側チームは持ち物なしでカタカタを持つっていうね、こんだけね、さすがに縛りがあったら、さすがに右チーム、勝率 47% チーム勝てると願いたいよ。左側チーム持ち物ないからね、火力もないし、しかもバトルアイテムがゴール加速装置だから、逃げたりできないからね、脱帽じゃないから。左側チームこれ結構きついんじゃないか。まあだけどさ、このゲームゴールをするゲームだから、ゴール加速装置は弱くはないんだよな。でも左側チームきついと思うから、右チームはね、キャラパで頑張ってほしいところですよ。ミライトンなんかね、ボタンポチポチでいけるからね、雷とか勝手に追尾してくれるしな。さあポケモンが出揃いました。まあ右チームピクシーいるけどね、まあ、本当は伝説幻フルパしたいところだけど、まあピクシー強いからいいでしょう。そして X なんだね、ミュウツー Y じゃなくて X ってことはあれかな、タンク運用なのかな、ガクソも持ってるのかな。さあ上チーム全員カタカタ持ってますね。さあ VS フルパ見栄えがいい、みんな可愛い。さあこの可愛い VS たちは玄関境を荒らしている EX キャラを倒すことができるのか。皆さんストレス溜まってるでしょ、今さランクでさこの EX たちがはびこっていてイライラしてるでしょ。ミライドンとか気持ち悪いし、だけど今ブーズが EX キャラをボコボコにします。いやだけどな、ザシは普通に連強いんだよな。まあ、だけどブイズか、まあ、ブイズ序盤結構強いからいけるのかな。いやだけどな、持ち物ないからな、持ち物ないしバトルアイテムカタカタだから逃げられないんだよな。火力もないし耐久力もないし結構きつそう、しかも格闘もないからレベルも上がんないね。これ左側チーム大丈夫かな。さあ中央迷ってますね。で右チームは中央ミライドンだね。いやしかも右チームピクシーもいるからな、ピクシーに永遠にさ回復されて右チーム落とせなさそう。左側チーム火力なさすぎて、いやー頑張ってくれマジで。 EX キャラの中に負けるな、みんなストレス溜まってるんだ。みんなミライドンとかザシャンとかミュウツーイライラしてるから、ここでな、ここでストレス発散をさせてくれ。世の中のな EX キャラを嫌っているみんなのために頑張ってくれ VS フルパー。でもミライドンアサシンに言うから、多分リーフィアがミライドンを落とせるんじゃないか。さあこれリーフィア取ることができるか、取れない。ってこれ大丈夫か、カタカタだから逃げれないぞ、脱毛じゃないから逃げれないけどちゃんと逃げてるわ。さあカタカタを使ってちゃんとリーフィアが進化していく。さあでもリーフィアになってしまえばね、 VS は4レベルになってしまえば強いからなんとかなりそうだけど、なんか下頑張ってるね。ブラッキーに進化してさ、ブラッキーこれワンチャン落とせるんじゃないか、頑張れ頑張れ、落とせないな。ザシアをちゃんと落としていく、強いね。やっぱりブラッキー序盤強いな。さカタカタいいね、左側チームちゃんとカタカタを有効活用してるの偉すぎる。いやこれカタカタさもしかしたら強いのかもしれない。みんなさ多分弱いと思ってさカタカタをさ持たせたけどさ、普通にカタカタ強い可能性ある。あこれミライドン稲妻ドライブですね。いやちゃんと考えてる、いや稲妻ドライブ結構強いからね。おっとってもうちゃんと落としていく左側チーム、さすがだね。やっぱり神チーム V1 で持ち物なしだけどさすがにうまい。でもミライドン稲妻ドライブか、でも確かにアサシンとかいるとき稲妻ドライブ結構強いんだよな。そしてザシャは何をしてる、おいザシア今さ経験値おとどけ便だっただろう、ね、何がしたかったんだよあいつ、さすがにゴミすぎだろ今の今のザシアはさすがにゴミすぎる。そしてちゃんとねカタカタ使ってるねみんな。さあこれワンチャン左側チームもういけるんじゃないか、みんな5レベルになってる、学習装置なのにちゃんとみんな5レベルになってるの偉いね。しかもさこのゲームさ意外と火力出るんだな、持ち物なくてもちゃんと火力出るんだねこのゲーム。あだけど右チームピクシーに進化してるから月の光覚えてるね。いや月の光覚えた、こっからが本番か、頑張れ。ブラッキーが突っ込んでる、大丈夫かブラッキー、あえてザシアだぞ。だけど4レベルか、4レベルってことはまだ設計覚えてないからワンチャンいけそう、頑張れ。右いるか、右落としてる、偉い。だけど上のリーフィアが殺されてるけどリーフィアが勝ち入ってるね、ちゃんと勝ち入ってるの偉すぎる。さあザシャンとミュウがまだ4レベルですね。てかミュウ学習装置持ってもよかったのにな。さあ左側チームがまだ攻めてる、大丈夫か、相手ザシャンなのに強気すぎたら、まあ聖剣覚えてないからワンチャンいけるのか。さあイカ様がうまいね、ブラッキーの使い方がうまい。さあミュウがソーラービーム打ってそこでいけるか、カタカナで入るか入らない、やられてしまった、大丈夫か。あ左側チームちょっときつそうか、攻められてる。あだけどミュウツー落としてる、偉い。さあこれグレーシャー落とせるか、つららまりだけど火力が低いね。そしてエイフィーがちゃんとザシャン落としてる、偉い。これ頑張れ頑張れ、いいバトルしてるよ、おい、偉い偉い偉い。ピクシー落として狙い、いや稲妻ドライブが強いね。だからミライドン強いよな、明治もできるしさアタッカーもできるの、こいつさずるすぎる、相手の編成に合わせてさ技変えられるのキモすぎるわ。いや頑張れ左側チーム全員6レベルだね。いやミライドンが8レベルになってる、いや右チームのミライドンがレベル高いね。やっぱりミライドン強いな。そこでザシャンが聖剣打ってチルタイズ取れるか、頑張れ頑張れ、勝ってくれ。集団戦はでもきつそうだな、集団戦はさすがに右チームの方が強そう。さあこれいけるかな、せえらいらい、頑張れ頑張れ、ブイズいけ。ってかブラッキーがうまいわ、イカ様とバックアウトのかけ方がうますぎる。ナイスちゃんと落としてる、これいけると左側チーム頑張れ。さあニーフェアがユナイト打ってミュウも落としていく。さあ右チーム全員落ちたぞ、うますぎる左側チーム。さあみんなカタカタ打ってる、さあこれニーフェアカタカタ継続できるか、このまま30点ゴール決められるか、頑張れ頑張れ。カタカタ効果がまだ続いて30点入れていく、ミュウツー間に合わない、いいねいいね頑張れ。しかもラッシュも早いからね左側チーム、頑張れ。
る。でもラッシュ早いのかな、持ち物ないから割と遅いかもしれないけど、いや意外と早いね。さあこれ上を取れるか、さあ上ラッシュしてるか、サッシャンが上ラッシュしてるね。いやだけどポイントポイントない、ポイント3点しかないからいけるぞこれ。さあブラッキーファームしますね。だから左側チームみんなレベル高いな、学習装置もなくてさ持ち物もないのにみんなレベル高いの偉いね。だから右チームあれか、未来の9レベルになってるね。いないと覚えてるよ、これ結構きついからだけどブラッキーがちゃんと落としてる。でもこれレジェリキ取れないか、頑張れブラッキー取れるか、偉いすぎる、ちゃんと取ってんの偉いね。よくブラッキーで取れるな。だからブラッキーマジでうまいわ。バークアウトとさイカ様の使い方がうますぎる。さあこれミュウツー戻せるか、だからミュウツーあれか X だけど学習装置持ってないんだね、タンク型じゃないんだ。さあこれ上レジも入っていく、いいね。左側チームこれ普通に勝てそうなんですけど、あれ EX ってこんなに弱かったっけ、あれれ俺らなんでさこんな雑魚にさ苦労してたんだろう。これいけるか、ちゃんとミライトも落としてる。いや集団世界偉いな、やっぱり左側チーム集まりが早い。おい大丈夫か、そんな攻めて大丈夫か、めっちゃ攻めるやん、上いける大丈夫、レジエリキもないのにめちゃくちゃ攻めるやん。だけどあれか、左側チームまだ揺られたのか。さあちゃんとピクシーも落としてる。てかマジで左側チーム強すぎないか、サポートもいないのにさゆくこなに参るな。さあミュウツーにユナイト早いだけど誰も落とせない、これいけるか、ミュウツーも落としていく。なんでさこんなに参るの、持ち物もないんだよ、持ち物ないのにさなんでこんなに EX にさ立ち向かえるの、うますぎる。ちょマジでうまいな、連携がうまいわマジで。ブラッキーもうめえし、今のさ AF ユナイトもいいユナイトすぎる。さあこれ落としていく。さあ左側の進撃が止まりません、いつになったら止まるんだ。おいもしかして V's グループで最強だったのか、 EX よりさ V's グループの方が強いか。だからカタカタ意外と使ってんな、カタカタ意外と強いね。さあこれブラッキーもユナイト入って、なんでこんなことになってるんだ、 EX キャラのはずなのになんでこんなにボコられてるんだ、持ち物なし V's に。とかマジ右側チームリスキルされすぎだって、なんでさこいつらなんで勝てないのにさ毎回さ飛んでさ殺されてんの、経験値になってるだけなんだけど。さあ上ゴール壊れた、レジエリキなのに上ゴール壊れましたよ、おかしいだろこんなの。左側チームサポートもいなくてさ回復もいないのにさなんでこんなに戦えるの。さあこれミライト戻せるか、でもミライト入れつまドライブか、いやチャージビームとか雷とかだったらすぐ落とせるんだけどな。いやユナイト入ってる、だけどユナイト全然当たってない。これグレーシャーいけるか、グレーシャーミライト落とせ、頑張れミライトを殺すな。さあユナイト入って落としていく、偉いね、大丈夫か逃げるか。いやなんでさこんなに左側チーム強いんだよ。てかさもしかしてさ右チームの編成弱いのかもしれない、もしかして EX キャラ3体弱いのかもしれない。てかさ今の戦いでさ AB しか殺されてないのやばすぎない、今の戦いで1匹しか殺されてないの、左側チーム優勝すぎるんだけど。さあこれいけるか、さあピクシー空飛ぶ出したけど落とせない。てかさザシアさ序盤学習装置持ちとさ一緒に行けばよかったのに、学装持ちと一緒に行けばさエナジー全部譲ってもらえたのにね。さあこれいきそう、ワンチャン落とせそうだけど落とされていく、足場が強いね。左側チーム全然落ちないやん、なんでサポートいないのにさこの左側チームをさ落とせないの。右チームレベルが低いですね、8レベルが3体います。で右チームが12レベル2体いる、これもうどうなってんだよ、いかれてるって。あーこれあれか、4分切っちゃうからレックス戦にレジェリキ合わせられないね。だけどミュウツーが取りに来てる、頑張れミュウツー、お前の力で取るんだ頑張れ、味方を勝利に導くんだ。ユナイトあるのか、ユナイトあるけど全然削れてない、いやこれ殺されていく。右チーム頑張れって、なんでこんなにボコられてんだよ、ミライトもなんかめっちゃダメージ食らってるし、取られていく。これ本陣にゴール入れられたらさすがに厳しいぞ、もうボコボコなんだけど。右チームなんでこんなにボコボコなんだよ、頑張れって。さあミュウが空見ってるけど全然削れない、マジで左側チーム落ちないな。なんでさ持ち物なくてさ耐久力もないのにさこんなに硬いんだろ左側チーム、わからない、なんでこんなに左側チームが強いのかわからないぞ。ザシアそれジャンプダメだって、お前ポイントもないのにさジャンプしちゃダメだって、お前これだから勝率 47% 以下はわからないかな。だけど落としてる、グレーシャー落としてるけどさゴール入るか、27点入らない、さすがにそのゴールは調子乗ってるだろう。てかさ最近気づいたんだけどさ右側チームリスキルされがちじゃないか、なんか勝てないのにさ突っ込んで左側チームにさ経験値届けてるんだよな。さあこれブラッキー落とせるか、いやブラッキー頑張れ、右側チームブラッキー落とすんだ、頑張れ、硬すぎる、ブラッキーが硬すぎるんだけどさ気合で回復してる、耐えるね、めちゃくちゃ耐えるやん。いやブラッキー勝てー、いやブラッキーがマジでうまいわ。さこれさすがに中央にゴール入んない、硬いけど下ゴール50点入ってる、いやカタカタ強いな、カタカタ弱いと思ってさ持たせたけどさバトルアイテム禁止の方が良かったわ、普通にさ大活躍してるし。さあだけどニーフィー落としてね、これ結構右チーム経験値回収できてるんじゃないか、12レベルが2体いるぞ。さあこれ頑張れば経験値回収できるけどダメそうだな、グレーシャーにボコされていく。さあこれミュウ持たせるか、ミュウ脱も入っていく、いやだけど12レベル2体いてミュウも結構レベル上がってんね、ミュウさっきまで9レベルだったのにもう11レベルになってる、これワンチャンあるか。このゲームレックス戦だからな、結局このゲームレックス戦だし左側チーム持ち物ないから集団性ワンチャン弱いかもしれない、右チームがねキャラパでなんとかゴリ押せる可能性あるぞ。さすがに集まりの割に勝率 47% でもさすがにレックス戦は集まるでしょ、だからみんなで集まってキャラパでゴリ押せばワンチャンいけるぞ。さああと15秒でレックス戦が始まるよ。さあ下レジ取れるか、これ下レジシールドついたらでかいけど大丈夫か、ブラッキーブラッキーめっちゃ攻めてるけどこれブラッキー落ちたらかなりきついぞ。さあこれ削り切れそうだけどさあと5秒で削れるね。さあレックス戦が始まるぞ、だけどブラッ
キーがめちゃくちゃ釣ってる。ブランキー全員釣ってないか。おい、5人集まってるぞ。これ左側チームラッシュした方がいいんじゃないか。あれだけどちゃんとレッグーザに集まるとしてね。だけど2匹釣ってるぞ。ザシアンとミュウ釣ってるからでかいぞ。だから13レベルになってんだ。ブランキーレベル高いね。だけどリーフェアが落ちてしまうよ。これ大丈夫か。さあ、ブランキー2匹釣ってるけどさすがに火力がない。持ち物がないから火力足りないけど2匹釣ってるのは偉い。これ大丈夫か。ワンチャン左側チーム、あ、だけど落ちていく。ピクシー落ちるぞ。回復がいなくなったけど、さあ、ミュウ2のイナズマで3落ちしていく。厳しいか、これ。いや、これイナズマドライブ強いぞ。大丈夫か。イナズマドライブマジで強いんだよな。ほぼ必中みたいなもんだから、さあ、これ、前張られて、これ、レッグが取れるかよ、頑張れ。ブラッキー、あー、間に合わない。これ、ワンチャンあるぞ。左側チーム4枚落ちてる。さあ、これ、しかも右側チーム、5人全員シールドついてる。まさかまさか、あんなに有利だったけど、さすがにやっぱりレッグ戦なのか、このゲーム。ポケモンレッグザユナイトなのか。おい、大丈夫、これワンチャン負ける可能性あるぞ。だけど、点数足りない説あるな。点数足りないかもしれない。この背中が、剥がせない。いや、これワンチャン負ける可能性ある。あと100点入ったら負けるぞ。いや、これ、怖い、頑張れ、左側チーム。頑張れ。今度は左側チームを応援してくれたわ。頑張れ。いや、強い。いや、イナズマドライブ結構強いな。いや、だけどまだ100点差あるから。まだあと100点差あるからワンチャンあるぞ。でもシールド結構ついてるね。さあ、イナズマドライブで取ろうとしてるね。いや、偉いね。赤幕と点数稼いでいる。いや、これいけるか。落とせるか。さあ、イナズマドライブが暴れて、イナズマドライブが暴れてる。おい、イナズマドライブ、火力高すぎだろ。しかもシールドもついてるから。いや、大丈夫か。いや、シールド剥がせそうだけど、いや、マジで火力高いこいつ。やばくないか。おい、やばい、16点入ってる。いや、これ、ワンチャンあるぞ。右側チーム、ワンチャン勝てるか。だけど、落としていくミライド。で、シールドついたやついるか。もうシールドついたやついなさそう。防げ、頑張れ。まあ、なんでこっちは攻めないんだ。ポイント持ってないのか。でもこれ、お前ら負けない、攻めないと負けるぞ。お前、そして点数持ってないのに、攻めてどうするんだ。お前、大丈夫か。おい、仲間が来るまで待てばいいのに。おい、ちょっとお前ら、右チーム集まり悪くないか。ちょ、あいつら、勝ち誇ってる。もしかして、右チームのミュートザシアさん、本陣ゴール守ってるけど、お前ら負けてますよ。アナウンス聞いてたか。大差だったよ。あいつら絶対さ、勝ってると思ってさ、守ってるだろ。おい、お前さ、野生飼ってさ、エナジー貯めてゴール決めに行かないと。これ右側チームの傲慢でもしかして負けたんじゃないか。これさ、大佐のアナウンスからさ、全然点数入ってないからさ、左側チームの勝ちだよね。え、これさ、右チームのザシアンとミュー何してたの。誰かしら中央ゴール守ってないといけないと思ったのかな。いや、だけど、はい、436対365で左側チームの勝利です。なんで右チーム攻めなきゃダメだよ。どうせ負けてるんだからさ。何をしていたんだ。ちょっとインタビューしたいわ、こいつらに。頑張ってたのに。ミライトン8万出して頑張ってたのに。てか、左側チーム火力出てるな。持ち物なくてもこんなに火力出るんだ。持ち物なしでさ、リーフィア10万も出るんだね。しかもさ、このリーフィア使ってる。しかもリーフィアあまり使ったことないって言ってたのにさ、8万出てるし。てか、17キルもしてるんだけど、EX キャラに対して。で、持ち物なし、バトルアイテムカタカタでこんなにキルできるってことは、これはやっぱりキャラパとか云々よりも立ち回りなのかもしれませんね。これを見た皆さん、 EX になんかグダグダ言うより自分のスキルを高めましょう。ではまた今度会いましょう。